ではですね、G-SHOCK の GA2100BCE という新機種のご紹介をしたいと思います。こちらは、バンドがですね、コーデュラという合成繊維でできてまして、このマット調のシックな、ケースで、バンドがですね、こういうナイロンじゃないんですけど、布バンド仕様になってます。これの特徴は何かというと、まっすぐ置けること。G-SHOCK というと、大体こういうウレタンのバンドですと、置いた時に輪っか状になってしまうので、まっすぐ置けないという欠点があったんですけれども、これは布バンドを採用することで、それを克服したモデルになります。で、機能としては、まあ、GA2100 シリーズの同様なんですけれども、タイマー、アラーム、ストップウォッチ機能に加えて、世界時計機能もあって、ライトは、点灯時間は変更可能、オートライトはなし。あと、時刻入れ替え機能とか、針の対比機能はありません。ただ、バンドが交換可能になっているので、他のウレタンバンドなんかのモデルと外して交換することが可能です。で、バンドは交換用の金具があるんですけど、それは交換バンドを買うか、バンドが交換可能なように2本とかセットになっているモデルを買うとついてきます。で、その、ちょっとあんまりご存知ない人のために説明しておくと、このコーデュラっていうのは、アメリカのデュポン社が開発して、インビスタ社が製造している合成繊維の商標の名前になります。で、デュポン社っていうと、まあ、ナイロンを開発したのもデュポン社なんですけど、他に、防弾用の素材として知られているケブラーっていうのもコーデュラ社が開発してます。でケブラーっていうのは、繊維の名前としては、アラミド繊維っていう種類になります。で、ナイロンなんかは合成繊維の他に、樹脂、これはつまりプラスチックっていうことですね、としても知られていて、樹脂としての名前の場合、ナイロンっていうのは種類の名前になって、商標としては各社がいろんな名前でプラスチックの樹脂を発表してます。まあ、それは重山話なんですけど、今回はこの機種、まあ、値段から言ったらかなりお買い得な一本だと思います。ご覧ください。このバンド、コーディラとかナイロンっていうのは柔らかいので、つけ心地もウレタンより優れています。まあ、一言で言うと最高ですね。